まさかベルベットがテレサを喰らってしまうとはのう。仕方ない。そもそもテレサがクーマになったのが想定外だ。弟のことがすごく大事だったんだ。ベルベットもテレサ様も。ああ、兄貴を切りたがる弟もいれば、あんなに思われる弟もいる。問題はこれからどうするかだ。テレサに代わってどこかで生まれるであろう新しいクーマを探すのが規定路線じゃがの。クーマになれる人間ってすぐに見つかるものなのかな。世界を統一して動いている星稜が未だにカノヌシを覚醒させられないんだ。そう簡単に行くとは思えんがな。だよね。クーマの再生に時間がかかるなら、今がカノヌシと戦うチャンスかもしれん。結果的に7つのクーマをカノヌシから引き剥がせたということじゃよ。もっともそれでカノヌシが弱くなったかどうかは確かめてみんとわからんがの。クーマは僕も探知してみる。だから一旦監獄島に戻ろうよ。今はベルベットを休ませてあげたい。そうだな。アルトリウスを倒すにしてもベルベットがいなくちゃ意味がないもんな。副長、ゼクソン港から緊急連絡。数十人のタイマシを乗せた船がタイタニアに向かって出航。目的はサイカの剣士の討伐だって。プシュー、隠れ家がバレた。違う、密告なんてしていません。だったら手伝ってもらうわよ。クーマたちを救出しなきゃ。させません。モアナにまたあんなこと。待て、その情報の出所は決死鳥か。ああ、いつも取引してる商人からです。本来作戦情報は開始するまで部下にも知らせない機密だ。それが一般人にバレてやがる。罠ってこと？退く選択肢はないわ。事情は敵も見抜いている。その上で罠を仕掛けるのは必勝の手段があるからだ。カムイ、今度の敵はカムイを使うタイマシどもかもしれん。あれはゴーマシュでも食い剥がせん。いわばお主の天敵じゃぞ。食えないなら普通に殺すまでよ。だな、カムイは受け切れば勝てる。オスカーのようにか。確かにまだあれは未完成のようだ。どうやら一定時間を過ぎると融合した精霊がドラゴン化してしまうらしいの。ドラゴンの暴走を防ぐために限界を超えた時、器と精霊を自戒させる術を組み込んでいるようじゃ。自戒？そこまでやるのですね。全ては推測に過ぎんが、できるだけ準備を整えていこうぞ。思い残すことがないようにの。今回の星稜の行動、どうにも腑に落ちん。はい、情報を漏らしたのがわざとだとして、私たちを放置するのはおかしいですよね。普通私たちを追い込む作戦を同時に進行するはずです。監獄島の仲間を人質に取ったつもりなのかもしれんが、計略に穴がありすぎる。俺たちがモアナたちを見捨てて逃げたら、ベルベットを取り逃がしちまうもんな。奴らは本当にクーマを取り返したいのかの。何が引っかかる？なぜメルキオルはアバルに現実をかけベルベットを追い込んだのかじゃ。それはベルベットを捕まえるためでしょ。それが無理ならあいつを殺して別のクーマを作ろうって腹積もりじゃないのか。じゃがそこまでクーマを確保したいなら、なぜオルトロスをほっぽっておいたのじゃ。確かにおかしいな。メルキオルがいたってのにオルトロスを守ろうとしてなかった。意味がわからない。なんか嫌がらせみたいだ。それこそ意味がないですよ。
嫌がらせで私たちが諦めるはずもないですし。いや、案外正解に近いかもしれん。タイタニアの襲撃も俺たちへの揺さぶりが目的だとすれば辻褄は合う。何にせよ不吉な予感がするの。エレノア、オスカーが使ったカムイってのは前から研究されてたもんなのか？私は銃殺官なので兵器開発のことは分かりませんが、極秘の研究部門の存在は聞いたことがありました。王国各地から様々な文献や古文書が集められ解読が行われていたそうです。古代語に精通していたテレサが応援要請を受けて解読に参加したことがあったと。カノヌシの古文書かな。いえ、詳しいことは教えてくれませんでしたが、精霊の力の制御に関する文献だったとか。確かザビーダのジークフリートも力を制御する道具だったな。おそらくその過程でジークフリートの存在を知り、カムイに応用することを思いついたんだろう。メルキオールがザビーダを追い回した挙句に術式を読み取ったのも説明がつくの。全てはカムイを生み出すためか。アイフリードは大丈夫かな。未完成とはいえ、カムイが実戦で使われた以上、アイフリードにこだわる理由はなくなったな。急いでタイタニアに行こう、アイゼン。僕も船のこと手伝うよ。ああ、急ぐぞ。頼むでふよ、一行は間もなくタイタニアに到着と伝えてほしいでふ。密定はお主じゃったか、ビエンフ。マギル姉さん。気がつかなんだ、わしの契約術に強制術を重ね書きしてある。さすがはお師さんじゃな。まさかお主が最初に逃げた時点からあのジジイの策だったとはの。わしをタイタニアに捕らえたのもベルベットと出会わせる計算か。見事すぎるわ。許してほしいでふ。メルキオル様の術には逆らえなかったんでふ。別にどうでもいいわい。どうでもいいと感じるわしの心すらもの。まずいところを見つかってしもうた。わしが清涼の密偵とバレたか。違うんでふ。悪いのは僕なんでふ。聞いてたわよ、全部。なんじゃつまらん。では煮るなり焼くなり好きにせい。もともと信用してもいないし、密告がなくてもいずれはこうなったわ。どうせ反省しないんだから、せめて戦力として働きなさい。ずいぶん甘く残酷なことを言うな。あんたたちに構ってる場合じゃないからよ。お望みなら全部終わった後に食らってあげるわ。なあベルベット、憎いとはどんな気分なんじゃ。どれほど辛い、どんなに苦しい。身を焦がすほどの憎悪は生きている意味を、実感を与えてくれるのか。タイタニアが見えた。表の港に清涼の船が来てる。裏の港につけて。答えを知りたかったら手を貸しなさい。アルトリウスを殺す瞬間に見せてあげる。ボロボロのざまでまだ吠えるか。
ムカつくやつじゃて。あなたたち、禁術を仕込まれてる？メルキオルの仕業ね。待て！狙いは私でしょ！出たな、最下の剣種。またそれ、ご大層な名前ね。名付けたのは貴様が傷つけた人々だ。己が罪の重さを知るがいい。そんなもの、いや、今までの罪はその身に刻んでやる。我らが石の翼でな。噛むよ、想定のうちよ。自滅したな。わしの予想通りじゃったの。清涼は全部分かってやっているのですね。グリモワール、クーマたちは？分からないわ。急に攻められてチリジリになってしまったのよ。解読はどうなった？ほとんどできたけど、肝心の最後がまだ。あんたたちはバンエルティア号、クーマたちは私が探す。できるかのう、カムイの集団をかいくぐって。嫌なら来なくてもいい。触らないで。一人で無理しないで。みんな一緒だし、僕がベルベットを守るから。昔ラフィーも同じことを言ってくれたけど、そんな甘いこと言ってると死ぬわよ。いくら誓ったって現実には通じない。ラフィーはあっさり死んだ。殺された。私もあの子を守れなかった。あんなに私を思ってくれたあの子を、たった一人の弟を胸を刺されてなかっただろうに。ベルベット、あんたは自分の心配だけしてればいい。これは命令よ。カノヌシを抑えてもらわなきゃならないのよ。アルトリウスを殺すために。チキショウ、清涼の奴ら、やっとアジトらしくなってきたのによ。悔しいけど、
俺たちの力じゃタイマシには勝てねえ。今やるべきはこっちの港を死守することだ。ああ、やってやるぜ。副長たちの背中は俺たちが守ります。こっちは心配せず、タイマシどもを存分にぶっ飛ばしてきてください。頼むぞ、こっちは任せておけ。こんな時でふが、皆さんにお話がありまふ。ごめんなさい、僕はメルキオル様のスパイだったんでふ。あなたが清涼に情報を流していたのですか。そうでふ、ごめんなさい。ああ、すげえとこに仕掛けたな、メルキオルは。まさかマギルーのそばにスパイなんて。いや、木を隠すには森の中、怪しい奴は怪しい奴のそばにってことか。マギルーの契約術の上から命令を強制する術をメルキオルがかけてたんだって。ち、やってくれたな。許してくださいデフ。お前じゃない、メルキオルだ。自分の舵を自分で取れないようにするのはアイゼンの流儀に反することだから。リエンフーの意思じゃないってことは分かってるよ。でも僕が密告したせいで皆さんが危機に陥ったのは事実ゼフ。決死長にだってバレてたんだぜ。お前抜きでも清涼は俺たちの動きを掴んでたさ。で、他にはどんな情報を漏らしたんだ。それはベルベットが意外といいお嫁さんになりそうなこととか、アイゼンの釣り竿へのこだわりや、マギル姉さんの寝言の内容、それにダイルの尻尾の再生スピードも。え、そこ。もういい、終わったことだ。だがけじめはつけねばならんな。けじめ。エレノア、疑ったことを謝る。すまなかった。アイゼン。そうでふよね。僕がまずしなくちゃならないのはそれでふよね。ごめんなさい、エレノア様。はい、二人の気持ち確かに受け取りました。タイマシたちは死ぬかもしれないって分かってカムイを使ってるのかな。はい、私も清涼にいたら同じようにカムイを使っていたかもしれません。自分の命を危険にさらすことで大勢の人を救えるなら、それは断りにかなっている。でもあれほど危険なものを、しかも大量に実戦投入するなんて絶対に間違っています。清涼も尻に火がついたってことだろ。だとしてもあまりにも犠牲が多すぎる。連中はそれだけクーマが大事で俺たちが邪魔だと考えてるんだろうさ。あるいは狙いが俺たちではなくカムイを使った実戦にあるとしたらどうだ。まさか実験をしているというのですか。戦いをかいくぐって折れずに残ったたちこそが名刀になる。タイマシだって似たようなもんだろ。否定できないのが悔しいです。ここを切り抜けたとしてもカムイ完成まで残された時間は多くはなさそうだな。時間がないのはカムイだけではないぞ。気づいておろうな、ベルベット。何でもいい、邪魔する奴は殺すだけよ。無事のようね。面目ない、逃げるのが精一杯だった。もともと顔はないじゃろうが。怖かった。大丈夫、もうひどいことはさせませんよ。メディザが助けてくれたんだよ。ありがとう。子供を巻き込むのが許せなかっただけです。黒金、モアナたちを守って裏の港へ行って、王子とグリフォンを見つけたらバンエルティア号で脱出する。承知した。ロクロン、これを持って行ってくれ。お前がくれたオリハルコンで撃ったセーランだ。刀にできたのか。一切の欲望を捨て無心で打ち上げた。この世にこれ以上固い太刀はないはずだ。オリハルコンのセーランか。使わせてもらうぜ、黒金。ついに完成したんだね、オリハルコンのセーラン。おう、この世で一番固い。
最高の剣だ。素人目に見てもこの剣が発する意向は尋常ではありませんね。黒金はいい仕事しまふね。真剣ゴーランとオリハルコンのセーランの一騎打ちか。これは見物だな。最高の結果が出るか最高の結果となるか神の溝知るといったところじゃの。神なんて関係ない。切るか切られるか決めるのはこの腕だ。捕まってなかったわね王子。君たちこそよくアルトリウスの目をかいくぐれたね。アルトリウス様がここに？ああ、タイマシたちが話しているのを聞いた。アルトリウス、特攻には付き合わんぞ。クーマたちの保護が先だ。古文書の解読もあとちょっとでできるし。分かってるわ。裏の港から脱出する。ついてきて。気をつけん王子殿、グリフォンに遅れたら置いていかれるぞ。分かった。アルトリウスもカムイを使うのかな。分からん。聖領のトップが自戒する危険のある術を使うとは思えんが。自戒の原因が術式の不具合ならば同志様とて壊れるであろうが、タイマシの能力に起因するなら特等どもはカムイを使いこなしてくるやもしれんぞ。となるとアルトリウスが使うのはやっぱりカノヌシのカムイか。聖主のカムイできるものなんでしょうか。いくらあの方でも。あいつはやるわよ。じゃなきゃ何のために聖主を復活させたの。ですが相手は聖主。あいつは絶対にカノヌシを使いこなす。だからカムイなんてふざけた名前をつけた。相手が神様だろうと悪魔だろうと自分の意志を貫く。それが同志アルトリウスよ。エルベット、けど関係ない。神の力を手に入れようが必ず殺す。私がこの手で。やばいよ副長、敵がバンエルティア号に気づいた。敵の船が何隻かこっちに回り込んできてます。すぐに出航だ。よかったね、みんな助けられた。逃がさんぞ最下の剣士。レウィック、私に構わずバンエルティア号を出しなさい。バカ言うな。あんたはどうするんだよ。こいつらを叩く。さもないと狙撃される。出航しろ。こっちは何とかする。了解。みんな死ぬなよ。無茶言いよる。死ぬんじゃない。殺すな。飛炎冷却つむじ結果。飛炎冷却飛炎冷却つむじ結果。無理と入る。飛炎冷却つむじ結果。覚悟はいいか。かわせるもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘン。俺が死神の力だ。どうやって決めるか。マジで入った。次はどいつだ。キエンレイキャスつむじ結果。キエンレイキャスつむじ結果。これからどうするの。表の港へ行く。聖領の船を奪うんだな。そこには聖領が本陣を置いているはず。きっとアルトリウス様がいます。元々の狙いよ。でもカノヌシへの対抗策はまだ。特攻には付き合わんと言ったはずだ。付き合ってくれなんて頼んでない。
私を利用してくれ。王子、安心してくれ。グリフォンは逃がしたよ。私を人質にすれば船を奪うことくらいはできるだろう。あんたには貸しがある。感謝なんてしないわよ。結構だ。この目にすがるしかなさそうじゃの。大丈夫なのかな。人質作戦がではないの、それもだけど、ベルベット全然普通じゃないよ。もともと普通じゃないがの。マギル、わしに怒っても状況は変わらんぞ。今のあやつの殺気はまるで氷じゃ。同時に手負いの獣のように余裕をなくしておる。果たしてあんな状態で無事に脱出できるかどうか。ベルベットはずっと切り抜けてきたよ。今度だってじゃといいがの。しかしどんなものにも限界はある。絶対に折れぬ刀がないように、絶対に壊れん心もない。いざという時にどうするか今のうちに算段しておいた方がいいぞよ。いざという時。追っては振り切れたようだな。ヴァンエルディア号なら当然さ。まさかそんな、なんてこと。船を戻して。はあ、無理に決まってるだろう。古文書が最後まで解読できたのよ。事実ならカノヌシはもう。誰もいない。閉めた。このまま港へ抜けるぞ。逃げるのか。アルトリウス様だけじゃなく、しぐれ。ダメだよ。そうだ、ここは彼らと交渉して逃走を。殿下はお下がりを。その者の目的は私を殺すことなのです。その通りよ。引くぞ、これは罠だ。話して、なおさら助けなきゃ。そうはいかん。俺にとってもお前は切り札だ。僕は物じゃない。邪魔するならアイゼンだって倒していく。カムイじゃ私を止められないわよ。問題ない、切り札は別にある。その太刀、オリハルコンか。すげえじゃねえか、初めて見た。おう、最高の太刀だ。素材はそうだな。だがよ、時間だ、さらに仕事。やぼ言うな、今日が乗ってきたとこだ。巻き込まれればお前でもただでは済まんぞ。ベルベットの相手はカノ主がする。久しぶりだね、お姉ちゃん。ベルベットの弟。こう来たか。そう、僕はライフセット・クラウン、そして沈めの聖主カノ主。嘘、なんでカノ主が。
やるなら覚悟を決めろ。こいつは敵だ。分かってる。こんなの前と同じ幻覚よ。全部食らってやる。お姉ちゃん、そうやって今まで無理してきたんだな。黙れ、ラフィーの声で喋るな。インサブステンシャル、元素つどいて万象果てよ。インサブステンシャル、遅いよ遅いよ。もういいんだよ、苦しみも痛みも僕が終わらせるから。この力、本物の聖主なのか。そう、この方が沈めの聖主カノヌシ様だ。でもなぜ力は削ったはず。クーマをさらったことか。残念だがちょいと遅かったな。カノヌシ覚醒に必要なのはクーマが食らった汚れの量じゃねえんだよ。八つの質だ。鈍乱、傲慢、愛欲、逃避、利己、執着。お前たちがクーマを引き剥がす前にすでにそのうち6つは得ていた。あとはベルベットの中にある残る2つを得ればタノヌシは完全覚醒する。死脈を通して吸い取るまでもないね。直接食べちゃおう。させるかよ。邪魔しないでよ、弱いくせに。痛い。全部幻だ。痛いよ、お姉ちゃん。うるさい、黙れ。お姉ちゃんは僕を殺すの？消えろ！消えろ！僕はずっと苦しかったんだ。体が弱いせいで迷惑ばかりかけて。やっぱりお姉ちゃんは僕が消えた方がいいって思ってた。敵討ちなんて望んでないんだ。だってそういうエゴこそが汚れを、ゴーマを生む元凶なんだから。だから僕はアーサー兄さんを手伝って沈めるんだ、この世界の痛みを。お姉ちゃんみたいな
醜い汚れをね。醜い汚れ。覚醒したカノヌシは全ての業を鎮め、人を汚れを埋まる存在に変えてくれる。業を喰らわれたら俺は俺じゃなくなっちまうんだが。それをやるってことだろう。精霊から意志を奪ったように。だが痛みのない穏やかな世界が訪れる。人の意志を消すことがあなたの目的だったのですか。大魔師であるお前も感情のままに我らを裏切った。こうするしかないのだ。ゴーマのいない優しい世界を作る、それが僕の夢なんだ。安心して、この傷だってすぐ治るんだ。お姉ちゃんを食べればね。これは、いかん、食われるぞ。でも私はずっとあんたのためにって、なのにこうなるって。ありがとう。だからこそちゃんと償わないとね。ずっと無意味にみんなを傷つけてきたんだから。アビー、ベルベット邪魔が入ったな。けど体には取り込んだ。追いかけるよ。ただ家庭だけじゃダメなんだよな。それじゃ弾みでポッキリ折れる。私に言っているなら試してみるか。いいえ、待ってやるよ。お前とカノヌシのカムイが完成するまでな。どうしアルトリウス、あなたという人は。すべては計画通りです。王都へ戻りましょう、殿下。